iPhone15 買うために借金するおじさん、ペイディで Apple ローンの前審査完了に関してお話していこうかなと思います。はい、前審査完了。ということで、ルルカね、以前から Apple 製品、ローンで購入しています。まあ中にはね、Apple 製品ぐらい一括で買えよ。 つうか一括で買えなないんんんだっったらかか使ってねこの貧乏人とかね思う方もいるかもしれませんでもまあ世の中でまあローンと分かってない人もいるかもしれないあのキャリアとかに関しては分割で購入するじゃんでもなんかそれってローンだったり借金って感じしないじゃんだからこそまあ普通に買ってるよと思ってる人いるかもしれないけど多分世の中のどうなんだろう半数以上はなんだかんだでローンで買ってるんじゃないのそのキャリアのローンとかも含めるとねじゃないかなと思うんだけどまあルルカに関してはキャリアでね iPhone を購入すると高くなってしまうっていうのがあるんだよね。まあ知ってる方も多いと思うんだけど、Apple 公式で購入した方が、キャリアで購入するより安かったりするんだよ。なので、ルルカはここ最近、キャリアで購入することはなくて、Apple Store で購入することが多いんだよ。で、その際に、Apple Store でも分割が利用することができるっていうところで、はい、今ね、画面に映ってるやつ。まあ、ルルカはずっと、オリコならお好きな Apple 製品を最大24回。 分割金利0%で購入できますってことで今までにねこれで4回買ったかなローンで4回購入させてもらって現時点でもまだ MacBookPro こちらの方がね24回払いで購入してあと半年分ぐらいかな残ってる感じなんで現在進行形でオリコローンを使って Apple 製品購入してる状況になってるんだけどなんかね今回からオリコローンがないっていう話が出てたんだけど実際はねオリコローンありました。 オリコローンあったんですけどオリコのローンってまルルか MacBookPro も最大24回な24回払いで購入したんだけど24回まででしか利用することができな,いんですよ、ね、なんだけどここ最近アップル製品の値段ってどん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 高くなってきてるじゃないですかでオリコローンも正確に言うと24回払い以上の分割もすることができるんだけど金利手数料がかかるんだよ。ね。 このの金利手数料がかかかってまででルルカは分割で購入するのはどうかなと思うんだよなんだけど、はいねまあ、0%だったら使いたいよっていうところでオリコ使った場合今回ね、まあ、ルルカは iPhone15 の2頃モデル購入しようと思ってるんですけど24回払いだと多分5,000円いくらは毎月払わなきゃいけないんだ、まあ、ね5,000円いくらだったらねそこまでの金額じゃないじゃんって話にもなるわけなんだけど5,000円いくらかまあ、払えなかないけどできたらもうちょっと安くしたいなまあしかもね iPhone に関しては、まあ、それこそなんだけどこれね、まあ、24回払いなんだけどルルカ今使ってる iPhone12 なんだけどねこちらに関しても今2年半使ってるので2年半使ってても全然問題なく使うことができてるのだから、まあ、多分2年、まあ、3年とかね下手したら4年とか、まあ、それぐらい使うものっていうのを今回ね購入しようと思ってるんで、まあ、だったらできたらね ね、キャリアととかだと48回払いできるんだよで48回払いキャリアとかはできるけどさっきも言ったように公式で購入するよりも高いじゃあその間を取っていいローンないかっていうところで今アップルが推してるローンとしてこちらがね出てるんですよね前まではオリコが基本的にアップルで買うためにはこのローン使ってねっていうのが推しだったわけなんだけどこれねつい最近何回前ぐらいかなちょっとどれぐらい前か分かんないけど今推してるのがペイディっていう分割で購入することができるサービスっていうのをアップル内で推しているの。Pay D、どんな ペイディアプリで簡単な申し込みを済まませておけけばごご注文手続きの時ににすすぐにご利用いただけますアップルストアでのお買い物にどうぞってものになってて金利0%で利用することができてなおかつねオリコローンで購入した場合ってあくまでローン審査があって審査に通った後に注文手続きになるんだよでアップル製品って基本的に金曜日に発売されることが多いんだよねとかないことほぼほぼ金曜日以外でないと思うんだけど金曜日に 販売されることが多いの予約としてねなのでルルカはオリコローンで購入する際に金曜日に注文をかけるんだけどなんかね土日に審査通んないんですよってないのかな分かんないけど土日通んなくて月曜日に初めて審査の方が始まって大体いい月曜とか火曜とかに審査の方が通る形になってるの審査が通って初めて注文っていうのになるので、まあ、そのね金曜日に購入した人よりも3日とか4日遅れて注文できたことになるのなので下手するとせっかく発売日に注文しても発売日当日に購入することができない、まあ、届かない状態になって。 すするんですよその3日とか4日遅れた状態になっちゃうから。っていうのがあったわけなんだけどこの「ペイディ」を使うことによってペイディってね先に審査を受けることができてあなたこれぐらいまではローン通るようにしてあげますよっていうのを出してくれるのでこれを使うことによって発売日、まあ、予約開始日に購入することができて。 発売日に届くっていうことが実現できるっていうね、まあ、ちょっと便利なローンになってるんだよね、まあ、確かにオリコローンと同じように0%金利でね利用することができて前審査が受けれるんだったらまあ便利は便利じゃないですか、まあ、ただ実際どういうふうに使うことができるのか、ね、使ったことがないサービスになってるしいい話には裏があると思うじゃんやっぱ。 ね、今まで普通はそうじゃん何か購入します、ね、購入するものを見せてでこれでローン通るかっていうのをやるわけなんだけどこれ先に何に使ってもいいわけじゃん下手すると。っていうものを通すってなってくるからめんどくさいんじゃないのかちゃんとね自分でも審査通るのか、まあ、ルールかも分かんない状態だったんで今日この審査を受けるっていうのを初めてやってみましたペイディのアップルローン審査。あちなみになんだけどねここ、はい、ありがたいことにさっきお話した通おり、まあ、今ね iPhone とかの値段が上がってきてるんだよね。上がってきて24回だとちょっと高えなと思っている人いると思うんだよ。前までのまあ 万を切るととかか10万円ぐらいいいで24回だったらいいかなと思ってたたな思てけど、まあ、どんどん上がっていっていいモデル買ったら20万とか超えてきちゃう中で24回つらいなっていうところでキャリアのローンだと多分48回まで可能だったりとかするんで、まあ、48回の方がいいかもしれないけど間を取ってさっきも言ったんだけど、ね、間を取る形でペイディ利用することによって最大ね36回分割で支払いすることができます36回ローンですねなんでオリコローンだったら2年ペイディだったら3年まあ一応ねキャリアで購入するなら4年っていうところでだからまあ長い目を見てちょっと高いかもしれない結局 オリコローンとかの金利を払ってる感じで、まあキャリアで購入するのはまあありかありかもしれないですが、四十八回でどうしても払いたい人はね。なんだけどまあ三十六回だったら金利手数料ゼロで一応出たタイミングでは最安で購入することができるんで、まあそこもねペイディのいいところかなと思います。まあ、軽くだけ見るか。新しい iPhone 十五または iPhone 十五 Pro モデルをゼロパーセント金利三十六回払いで購入ができます。ここね注意が必要なんですけれど、最新のものじゃないと三十六回払いに対応してないものもあるみたい。最新の端末は三十六回なんだけど古い端末だと二十四回 とかかな、まあ、そういうのがねあったりするみたいなんですけどとりあえず今回ルルカは iPhone15 買いたいおじさんなんで iPhone15 に関しては間違いなく36回払いでで購入すすることができますお支払い24回目に新しい iPhone に買い替えができるオプションがありますってことでなんか下取りに出してというか買い替える場合は対象となるデバイスの下取り金額をアップルが保証し分割払いの残額から返済が不要になりますみたいなね、まあ、そんなのもあるみたいなんで、まあ、買い方としてはありかもしんないんですけどただキャリアとかだと、まあ、元値は高いけど48回払いで24回で返すと残りの24回 返済なしになったりとかするっていう感じで50%で買い取ってくれるみたいな感じになってると思うんだけどペイディに関しては結局3分の2払わなきゃいけないんで3分の1免除されるだけなので、まあ、その辺に関してもちょっと差はあるのかなって気はする。でご購入前にペイディ後払いプランアップル専用にお申し込みご利用可能額をご確認くださいっていうことで先にね、まあ、審査を受けることによっていくらまで使えるっていうのを決めることができる決めるというか教えてもらうことができるっていうのがペイディの良さですねだからもうローンにびくつくことがないですよね。 4回通したわけけなんですけどまあ全部ねありがたいことに通ったんでよかったんだけど、まあ、通るか分かんない状態で審査を出してで通んなかったらどうしようかなっていうのを数日間考えなきゃいけなかったんだけどペイディだったら買う前にそれが通るかどうかっていうのが分かった上で注文できるんでねここはかなりでかいかなと思いますでお申し込みに関してはねスマホからやるみたいパソコンからもできるかもしれないけどなんかね iPhone のこのアップル特別ローンに関して基本スマホから行くっぽいまあ、ル,ルカもねなんでスマホからやったんだけどこのね QR コード行くとねペイディのアプリがダウンロードできるところに行けるんだけどお 申し込みは5分で完了たったの3ステップペイディアプリをダウンロードするペイディ後払いプランアップル専用のご利用可能額を確認するお支払いにペイディ後払いプランアップル専用を利用するという形になっていてお申し込みから5分で利用することができるって書いてあるんだけど実際ねこの後ちょっとルルカが審査の方を通したやつ iPhone でねやったんで iPhone 画面になるんですけれどそちらの方お見せしようと思うんだけどめちゃくちゃ簡単に早く 手続きのが完了したた驚いた、まあ、これね早くできるのには理由があってこのね今回のペイディの審査に関しても EKYC 多分うちに来てる人だとスマホですねスマホ契約する際に本人確認を簡易化するっていうので EKYC 使った方多いと思うんだけど EKYC を導入することによって審査をねかなりスムーズにするっていうことになってましたその辺いいですよねやっぱね最新のものを使うことによってどんどんね審査が簡単になっていくっていうねでは実際にルルカが手続きしたやつ見ていこうかなはい おいしょまずさっきのね QR コードのところから飛んでもらいますとアプリをダウンロードするんだけどアプリをダウンロードした後にこんな感じペイディの後払いプランアップル専用とはっていうことでまあいろいろとね手続きの方に進みますペイディを利用してアップル専用を購入できますいつでも分割手数料0%アップル専用特別なご利用可能額をご用意口座振替銀行振込みのみ0%って書いてあってここに関してはなんかねコンビニ払いとかもできるんだけどコンビニ払いの場合に関しては手数料が発生したりするみたいですまあ多分ねコンビニさんにもお金払わなきゃいけないとかねまあそういうは 金があると思うんですけど、まあその辺があるのでまあ、基本的にルルカまだね。登録していませんが、口座振替とかねまあ、銀行振込しようかなと思ってます。で、手続き済ませるとはい、まあ、流れがね。出てくるんだけど、まあ実際ルルカがねやった。流れになってるんだけど、後払いプランアップル専用申し込みの流れってことで運転免許証、またはマイナンバーカードを用意します。ルルカに関しては免許証でやりました。まあね。今マイナンバーカードもゲットしたんで、マイナンバーカードでも良かったんですけど、まあ普段からね。免許証でやっていたんでまあ、免許でいいかなと思って。 免許にしましまたでその後に名前と生年月日を入力するあとご住所もかななんだけどこの辺に関しては免許証とかに書いてある住所を読み込んでくれて基本的にね自動で入力されましたなんで、まあ、もしそれが間違ってたら再入力なんだけど基本的に名前に関してはカタカナだけ自分手打ちかなでプラス住所に関しては、まあ、自動で入力されてるんでそこが合ってればそのままだし間違ってたらまあ自分で入力するって形になってます。ののねルルカの場合は住所変更してたんで されてたんでルルカの場合は裏側の今の住んでる住所に変更しました。まあ、そこ注意必要かも。はい続いてなんですけれどこれか。はい。でその3顔写真の撮影と写真のアップロードをしてくださいということでこれがさっき言ったね EKYC ですね。まあ、自分の顔を写してもらってまず顔を 取られてその後なんか口開けて蝶みたいに言われるんですよで口開けてでさらになんか近づけてくださいみたいなちょっとねやる感じの EKYC ってやつで、まあ、本人確認をするって形になってます、まあ、ここで注意必要なのは暑い時期だと皆さんおでこにヒエピタ貼ってるんじゃないかなと思うんですけどヒエピタはね撮って撮影した方がいいんじゃないかなと、まあ、ルルカもねあのおでこにヒエピタを貼っていたのでやばと思ってねヒエピタを当ててね外して撮りましたわかんないちょっとヒエピタで、ね、貼ってても通るかもしれないんですけど一応ねヒエピタ外した方がいいかもしれないはいで4お申し込みの結果はメールや SMS でお知らせしますってことす SMS じゃなくてルルカの場合に関してはメールで届きました設定の問題なんですかね 多分ね、SMS では届いてないかなと思うんだけど、とりあえずね、メールで届いた感じ、ルルカの場合は。はい、続いて5ってことでね、アプリで後払いプラン、アップル専用の限度額を確認してください。ということで、審査の方が通ると、もう速攻で限度額が出てきます。そのね、限度額が出てる金額内であれば、ローンが組めますよっていう形になってるんで、ここがルルカがね、もともと使ってたオリコローンとはだいぶ違うところじゃないかなと思う。で、ローンが通ればいいんだけど、取んない可能性もある。だって自分がどれぐらいまでローン組めるか分かんないからね。ルルカ最大3つ同時にローン組んでたかな。<laughs> オリコローンで。組んでたけど、 でそれも賭、まあ、けみたいなもんだっりまり、あ、一応通ったからいいんだけどあんまね3個もローン組むのよくないことだと思うんだけどねローンを組んでやってたんだけどこっちに関してはもともと前もって金額っていうのが審査の時に出てくるから、まあ、その金額以内だったら好きなものが購入できますと、まあ、ルルカの場合は今回 iPhone15 の 256GB 買いたいなと思ってるんで、まあ、15万は最低欲しいなと思ってたんだけど、まあ、そんな感じだからここで限度額が足りなかったら自分が欲しいアイテムは買えないってことですねはいで6、まあ、最後ね「AppleStore 店頭オンラインでお買い物お楽しみください」で完了って形になってます 通常の、ね、ペイディの説明も入ってて一応なんか本人確認しなくてもペイディ使うことができるみたいなんだけど、まあ、一応ね本人確認することによっていろんななね機能がが使うことができまますすよっってて形になってます今回はねアップル専用って話になってるんだけどこれを登録することによってアップル以外で何かローンで購入したい時も簡単にこのペイディを使ってできますよって形になってるみたいですまあね不要なものまでローンで買っちゃうとね結構厳しくなっちゃうかもしれないんで、まあ、必要なものだけ購入すればいいんですけど、まあ、一応ねアップル以外でも買いたいけどちょっと一括じゃ買えないなって思 もものもあっったりするとと思ううううんんでそういいうい時はここれ使かかいいかななななてて感感じじ改めね本人確認たった5分っていうのが出てきて、まあ、さっきも出てたやつの簡易化なんだけど運転免許証を読み取って顔写真を撮影いけばいいしですねで必要事項でもう完了と、はい、全てがね登録が終わるとページの画面に行くことができるようになるんですけど9月の請求分ってことで、まあ、ルールがまだ何も使ってないんでね、まあ、当然発生はしていないんですけれど。 下の方に行くとこの同じお申し込み結果は通常数時間以内にメールでお知らせしますっていう風に表記されるようになりますこれがだから、まあ、ローン審査中って感じなのかな言い方で言えばあなたの条件だとこれぐらいまで購入することができますよっていう審査の方になるんですよねでルルカの場合はマジで5分ぐらいで審査終わりましたなんか5分ぐらいで終わりよって書いてあったけど5分とか思ってたんだけどマジで5分ぐらいでメールの方が届いてでそうしたらこのアプリのところで Apple 製品に使えますことで後払いプラン Apple 専用のお手続きが完了 Apple 製品にページ 使えるようになりました引き続きお買い物を楽しみくださいということで5分ぐらいで審査が通ってもうこれで、まあ、15日明日ですね暇まいじゃないまだねまたじゃないんで明日アップル15の発売があるわけなんですけどマ、まあ、ルルカはその時にペイディ払いを使って購入することによって今までだったら土日を挟んで月曜日とかに審査結果を待つっていう形だったんだけどペイディだともうすぐに注文が確定するっていうことでいつだっけ20何日発売日とかにちゃんとまあわかんないですけどねどれぐらい人気あるかはわかんないんですけれど買えるのあれば在庫があるのであれ Aber... 発売日当日に多分受け取ることができるようになるんじゃないかなと思います多分。で肝心の、まあ、初めて審査に出してルルカがペイディさんから、はい、枠をいただいたものがこちらになっております一応ね皆さんにさらそうと思いますルルカの信用額ですねクレジットカードとかさ言うてもまあまあな枠あるわけなんですけれどルルカが今回記入したやつちょっとここ最近ねルルカ収入が減ってるわけですよ減った収入とかでちゃんと出した結果としてはルルカがペイディを使って 後払いでで購入するることができる要は iPhone15 買うために借金するおじさん借金することができる上限っていうのは5分ののの審査の後出たたが29万円でした、はいまあ、ルールカ的にはさっきも言ったように iPhone15 が1 5 6万あればねニごろモデル購入することができるんでそこが何ていうのボーダーだそれ以下だったら買えないからさ意味ないじゃんって話で、まあ、それこそ、まあ、24回の今まで使ってたオリコローンをもう一回審査を通すのか、まあ、もしくはキャリア キャリアにしても基本的にはどこもソフトバンク au は相当高い金額で出してくると思うんだよ。このアップル公式よりもね、なってくるんで、基本的には論外かなと思うんで、まあ、楽天モバイルの出すのいくらかを見て、で、まあ、48回払いを選択するのか、まあ、そういう選択になるのかなと思ってたんですけど、まあ、とりあえずね、ペイディの方が枠が29万円降りたんで、まあ、普通にね、15、六6万だったら問題なく購入することができるんで、今のところ、まあ、予定では明日、9月15日 iPhone 発売、9時だったかな、午後の9時から予約開始するんですけれど、 このの PayD 払いいを使っってて iPhone15 ゴロモデル購入しようかなと思っています本当ね手続き的には簡単だったので iPhone それこそキャリアで購入しようと思っている人とかで48回どうしても使いたいって人はキャリアとかで購入するまあ唯一の利点みたいなもんだからね買うのもいいのかなとか思うんですけれど36回とか24回でいいよっていう人に関しては前審査なんでねまあとりあえず審査だけ受けて購入しなくてもいいみたいな枠一応作っておいて枠はいつでも使うことができる別に買わなきゃいけないという枠にはなっていないんで。 あじゃないかと思うペイディ払いってやつであとここは注意してほしいんですけれど今回ルールか普通だったらさこんなことないじゃん何かのローン組む時ってじゃあ MacBookPro 買いたいですこれって審査通りますかってお願いして購入するからいくらまで買えるってのが分かんない状況なわけなんだけどこのペイディの場合は今29万まで購入することができるっていう状態になってるんでじゃあ29万まで自分のお金で使えるじゃんみたいな感じで多分普通のローンよりも大盤振る舞いで使っちゃう人いると思うんだよ。え意外と自分って高めめのローンまで組めるじゃん 本当はニゴロモデルでよかったけど512がいいだったりとかマルルカだったら iPhone15 購入するつもりなんだけどえこんな29万あるんだったら15プロ。 だったりとかプロマックスまでえちゃゃうじゃんって、まあ一番上のモデルは多分29万だと買えないんだけど近いモデルは多分29万で購入できるんだよねだからそれ買ってもいいじゃんみたいな感じで衝動買いで買っちゃう人もいると思うんだよまあ多分それが狙いだだと思うんだけどねこの枠が出ててるって普通のローンだったらちゃんと厳選してうんこれぐらいしか払えないし自分のローンどんぐらい取るか分かんないから、まあ、この辺買おうかなってやるんだけどもう出てる金額だからじゃあもうそいいやつ買っちゃえばいいじゃんみたいな感じで買おうと思っちゃう人いるかもしれないんだけどこれあくまでね今回タイトルにも書いてあるんだけど。 買うために借金するおじさんなの。 ね、ローンとはいえこれ借金なんだよだからこの29万使った場合に関してはちゃんと29万返さなきゃいけないんだよね分割で。ちゃんと返さなきゃいけないっていうようになってくるんでもともとねその金額使いたいって人だったらいいしちゃんとそれが返せるよって人だったらいいと思うんですけど結果的に高いものを買った場合はその分それに合った金額っていうのを毎月返済していかなきゃいけなくなっちゃうのでそのペーディーってね枠が出てくるからここまで買えるじゃんじゃあギリギリまで買おうぜっていう気になっちゃうと思うんだけど、まあ、あくまでまあ自分が欲しいもの自分がねちゃんと返済できる金額っていうのを考えた 上でこのページというのね使う方は利用したらいいんじゃないかなと思います一括払いじゃないと怖いよって言ってる人はそこだと思う一括払いだったら間違いなく先に払うから後々困ることはないんだけどあくまで分割払いの場合は金利手数料ゼロ円だからルルカ的にはいいと思いますねゼロ円なんで何にも金利を払うことなく借りることってなかなかできないし例えばその間に余ったお金って違うことに使うこともできるしさ分割って決して悪いものではないんだけどなんで分割とかローンのイメージが悪いかっていうとそういうのを分からずにバカみたいに買ってしまう 返済できなくなくっって積む人がい,っぱいいいぱるんだよ、ね、それはそうだよよねねそそうちゃんと買う予定も立ててないしその金額がないのにないにもかかわらず返せる予定もないのにもかかわらず買ってしまったら後々困るのは自分だから。っていうのでなんかローンとかって良くないよって思ってる人もいると思うんだけどその辺さえしっかりしていれば分割払いって非常にね便利なものだと思いますんで、まあ、ルルカ初めてのページとりあえず自営業のルルカでも通ったんで、まあ、大抵働いてればね審査通るんじゃないかなとか思うんでよかったら試してみてください。皆さんは いますかよろしければチャンネル登録高評か皆さん買うか買わ、まあ、ない人多いと思うんだけどね買う方とかいたらどうやって買うか教えていただけたらなと思いますではでは終了とりあえずはあ、そんな感じですとりあえずはい「ルルカのアップルの命の金額は29万です」<laughs>「命金額ルルカの価値は29万」でした「ペイディーさんが見極めてくれた金額29万」ありがたい十分十分逆にこれですごい金額になったら困るからね100万とかついたら 100万、ま、ついでに MacBookPro の最新も買っちゃおうかなっていうね。でもなる人もいると思うんだよね下手したらね。ダメだからあの必要な分だけ使いましょうちゃんと。 必要な分、分返せるだだけ使いいいましょうでもいい時代だよねやっぱオリコローンってハードル高かったんだよね買えるかどうかも分かんないし審査出さなきゃいけないしっていうので大変だったしあとああれでもね仕事先の住所も入力なかった考えたら皆さん朗報普通ねローンの審査って、まあ、普通って俺オリコローンしか受けたことないんだけどオリコローンって確か仕事先の住所とかも入力しなきゃいけなかったのちゃんとで電話番号も入力しなきゃいけなくて電話かかってきた確かオリコからはなんだけどペイディはない大丈夫なのペイディさん そう考えるとローンなんだけど会社情報も入れてないもんだってあの自営業ってのは売ったけど。 仕事先とかも入力してないなもも考えたらやばいね結構信じられないローンかもしれんそう考えるとほんと書いたのはだ EKYC での自分の本人確認と重症入力ぐらいだよ書いたのってだからあだからあと年収かな年収とか書くけどルルカの場合はもう自営業って入力して年収書いて終わりやばいよねどうすんだろうねなんか会社情報とかあったらさ返済なかった時に会社詰めていいのか知らんけど詰めるとかいろいろあったりさ、ね、あこういう会社で働いてるならまあまあ信用情報あるのかなとか ちゃんとその人が働いてるっていうのが確認できるかみたいな調べるのが普通じゃんローンってでもさこのやり方だとそれが全然調べることできないからさどうするんだろうねペイディね それででも儲かるっっっってことなののやばいさっきき説明で言っとくべきだった、はい、会社情報いりません。わかんない。いる人もいるのかなでもいらない。多分ルルカもみんな同じだと思うから会社情報いらなかったよ、普通に。少なくてもルルカはいなかった、会社情報は。かその他にもね、確かオリコローンだったら結構めんどくさかったんだよね、入力事項。まあまあ、詳細入力したと思うんだけど、全然なかったね。入力する場所が少なかった。で審査もさ、5分で通ったから、マジで多分免許証、住所と合ってるかしか調べてないと思うんだよね。多分あとは なんかブラックリストとかに入ってるかぐらい調べてんのかな分からんけど5分で調べるってそんな調べられるのか、ね、やっぱ AI の力っすかね。